マンチェスターユナイテッド相手に7ゴールの歴史的勝利。歴史的大敗を見れて感動しました。あれ？ロナウドの生徒は一体、マグワイアと週替わりの怪我人、前にマクトミネイだった去年よりひどい、すごいものを見せられた。すべてロナウドのせい、運が悪いで片付けてた奴らは誰のせいにするんやろ。アーセナルも負けるやろこのリバポには。アーセナルならリバポに何もさせず完封する。冨安がサラーに完璧なスルーパスを供給するぞ。バカ試合製造機、リバプール勝つときボコりすぎやろ。トータルスコア21-22-90-22-23-91成長したな。バカ試合打ち合いとは言ってない。ヌニアントニー確定でいいか？得失点差リバプール12-19ユナイテッド13-6。くさ、ひどすぎる。CL 圏のチームと8位くらいのチームやな。ユナサポアーセナルは落ちる。めくって優勝狙えるアーセナルが勝って落ちそうなのユナイテッドでくさ。数日前ラングニックユナイテッドは新しい10人の選手が必要。リバプールに遅れを取っているユナイテッドファン、ラングニックバカじゃねえの？お前がただ無能なだけじゃん。ラングニックをバカにした結果、リバプール7レイユナイテッドファウ。どこのリーグも結局は後半戦いつもの上位に落ち着くんや。ビッグ同士で7レイとかあるんすね。最終的に4位は大体勝ち点70ぐらい必要かな。熾烈になりそうやな。地方リバプールさん、ミッション達成失敗。こういう皮肉のセンスほんま見習いたい。煽り性能高すぎていき。これが本場のブリティッシュジョークか。クロースみたいなジョーク。これ地味にクリロナの呪いだろ。